皆さん、こんにちは。ワンダルグルビッシュです。では、今回は、またかという話なんですが、ウィクトリア2のチュートリアル中級編をやっていきたいと思います。ちょっとね、退屈される方も当然多いと思うんですけども、ぜひぜひお付き合いいただいて、アドバイスをたくさんいただけたら、嬉しいなというふうに思っています。で、EU4 の方はですね、秀吉に代替わりするところまでなんとか進めたいなというふうに思ってますので、EU4 の方のリベンジもね、近々でまたプレイを始めていきたいと思います。では、チュートリアル中級編見ていきましょう。軍事中級。ここでは、ビクトリア2の軍事システムのコンセプトについて触れます。前作のビクトリアをプレイした人なら分かっていることでしょうが、ちょっとね、僕プレイしてないんですよ。ここで初めてのプレイのために説明します。ありがとうございます。では、軍事ボタンをクリックしていきます。ここです。これが軍事画面。ここでは、陸海軍部隊や指揮官をすべて確認できるだけでなく、新しいユニットの生産や戦時動員も行える。一つの画面でできるのはアクセスがしやすくていいですね。では、陸軍ユニットを生成する方法として、陸軍部隊編成ボタンを押してくださいということで押していきましょう。動員可能人数と人口。ビクトリアシリーズにおける動員可能人数は他のパラドックスゲームとは少し違っています。全ての正規部隊は兵士ポップと呼ばれる兵士として雇われている国民によって編成、職業軍人みたいなもんですね。陸軍ユニットを生産するためにはそれに必要な数の兵士ポップがいなければいけません。ここで見ているリストには現在編成可能なユニットが表示されます。もっと戦力を増やしたいなら予算画面にて軍事予算を増やし兵士になろうという国民を増やさなければなりませんと。ワロニア歩兵をクリックしてください。ワロニア歩兵。ワロニア歩兵っていうのは、ワロン歩兵のことで合ってるのかな？ユニット編成に必要な物品、今クリックしたのは、ワロニアインファニティと呼ばれるユニットです。これはワロニア人兵士によって編成された正規歩兵部隊、またユニット名の下にブリュッセルと表示されています。アントウェルと表示されているように見えるんだけど、これは兵士が住んでいるプロビンス名。ユニット名の横に物品のアイコンと数字が並んでいます。並んでるね。消火器と、これは何？消火器と何か食料的なものかな？なんか並んでますね。で、これはユニットの編成に必要な物品とその数量。このユニットの場合は消火器20と缶詰ですね。確かに缶詰に見えます。缶詰20ユニットが必要です。こうした物品は国家備蓄から引き出され、足りないものは世界市場から調達。さっきのはだから自動、さっきじゃないね、前回の初級編の時の消火器とかで、ね、この缶詰に関しては貿易取引を、オートに設定しておかないと気づかないうちにここが足りないよってことになっちゃいそうですね。将軍と提督、戦いに勝つ上でユニットへの適切な戦闘指揮は不可欠。陸軍ユニットを指揮する将軍や海軍ユニットを指揮する提督を登用するには指導力ポイントが必要です。指導力ポイントは国民の中の将校階層である将校ポップから生まれます。将軍を増やす必要があるなら兵士を増やすときと同じく予算画面で軍事予算を増やさなければならない。予算でコントロールする感じですね。兵士と将校の違いは、兵士は下流階級から育成されるのに対して将校は富裕層から登用される。将軍を登用ボタンに数字が書かれています。3って書かれてるね。これは現在の指導力ポイントで登用できる数、人数ですね。では将軍を登用ボタンをクリックしてみましょう。で、我が国で最初の将軍が登用されました。アルベルト。アルベルトって言えば、やっぱユニコーンガンダムのアルベルトかな。この将軍は2つの特性を備えています。特性には良い面と悪い面がある。特性にマウスを重ねると指揮する部隊にどういった影響を及ぼすかがわかります。たとえ悪い特性でも指揮がいないよりはマシです。ああ、そうなんだ。ほい。攻撃的なんだね。指揮官がどの部隊を率いているのかもわかります。もちろん登用したばかりの将軍なので、どこの部隊にも任命されていません。指揮官の自動任命と指揮官の自動登用のチェックボックスにチェックを入れれば、任命と登用をコンピューターに任せることができる。手動で部隊に将軍を任命するため、スパにいる部隊を選択してください。スパ、ここだね。はい。指揮官を任命するときは、ユニット画面の指揮官なしと書かれた欄をクリックし、次に現れるリストから将軍を選択。で、アルベルト・アラードさんですね。個性、攻撃的。彼を雇いました。では、中級レベル生産に進みます。
ここではビクトリア2における生産の基本的なコンセプトについて説明します。これ前作のビクトリアをプレイした人ならよくわかっていると思いますが、初めてプレイする人のために教えてくださいというのは同じくだりです。では、RGO から解説しましょうということで、ブリュッセルのプロビンス画面を広げます。はい。物品の中には RGO、これは資源確保によって生産されるものがあります。具体的には農場や鉱山がこれにあたります。プロビンス画面の中央パネルにブリュッセルの RGO である硫黄鉱山が表示されている。中央には硫黄鉱山。どれのことを言ってるんだろう。イオン鉱山、これがイオン鉱山のことなのかな。で、生産量アイコンは RGO によって硫黄が生産されていることを示し、その次の数字がどのくらい生産されているかを示しています。生産量にマウスを重ねるとそれに影響を与える各種要因が見られます。これを開けってこと。で、工場はステート単位で建設。これはプロビンスじゃなくてステート単位なんだね。この画面には自国で現在稼働中の工場が表示されています。うん、ここでは今工場としては、織物工場、缶詰工場、セメント工場。このあたりがあるよってことだね。うん。仕入れ品、工場が生産を行うのに物品を仕入れる必要があります。こうした物品を仕入れ品と呼び、世界市場で買うことができる。はい。製鉄所、弾薬、消火器工場。維持、通常の仕入れ品の他に工場が維持するためにセメントが必要になります。工場が必要とするセメントが十分手に入らないと生産量は低下。工場同士で同じ資源を奪い合える状況になったら一つの工場を優先することができます。いくつかの工場で鉄を得る必要になったら鉄鋼工場の優先順位を高めて優先的に鉄を得られるようにしましょうと。なるほど。ちょっともうちょっと、じゃあこの織物工場をベースに見ますか。雇用人数があって、優先順位がありますと。で、必要なものが、染め料と木綿が必要です。染料かな。はい。で、工場に助成金ですね。工場が建設される方法はあなたの国の現在の経済政策によって異なります。例えば自由放任経済の下ではあなたの国の全ての工場はあなたの国の資本家たちによって建設されます。しかし現在のベルギーの政策であれば政府も資本家も両方が工場を建設することができる。より多くの工場を建設することは国の経済をさらに発展させるいい方法です。なるほど。ではフランデレン州の工場建設ボタンをクリックしてください。フランデレン州の工場建設はこのボタンだな。はい。工場建設。この画面では建設可能な工場を確認可能。メニューでは一般向け医療品工場をクリックするとどういった仕入れ品がここで生産されるか確認できます。国内に織物工場があるので織物を仕入れ品として使う工場が地方経済を発展させることが期待できます。なるほどね。一般向け医療品工場というのはこの衣類工場のことで合ってるかな。そうだね。下には工場の建設必要なものが表示されます。それが国内にない場合建設をクリックしたときに世界市場から購入、また仕入れコストというものがあります。これは工場が最初の数日間に必要な仕入れ品を行うための費用。ああ、なるほど。必要なのがこれだけ必要です。まあ、建設していきましょう。必要な労働者種、商業可能な、就業可能な労働者、原材料コストを備蓄、基本価格に仕入れ、現在の資金と。なるほど。かなり複雑ではありますね。工場のアップグレード、生産を高めるのに新しい工場を建設する必要はありません。工場の拡張で生産量を増やせます。という話か。工場の拡張はこれで可能なんですね。製鉄所の、じゃあ拡張ボタンを押しましょう。製鉄所はここだな。ほい。
工場で生産されたすべてのものは世界市場に送られます。工場には現在の価格かける売れた量の金額が支払われます。そして翌日の仕入れ品を買うために工場が必要な資金を差し引いた残りが工場の利益。利益は作業員と工場所有者に分配。プレイヤーに直接工場の利益は入ってきませんが、国民への課税や物品への関税を通じて間接的に手に入ると。工場から利益が上がっているか絶えず確認しましょう。工場が赤字になると作業員が解雇され失業者が増えます。なるほどね。これ今赤字ってことだもんね。トータルで赤字になってたら話にならんということかな。では、続いて、中級レベルの予算を見ましょう。ビクトリア2では国民の収入に課税することができる。国民が収入を得るたびにそこから分け前をもらうということです。国民は3つの層に分かれている。これは初級編で見ましたね。下層、中層、まああとは上流階級ですね。各階層の横にある円グラフは、その階層の生活状況、毎日の生活に必要なものを手に入れられている人々の割合を示しています。赤い部分が多いなら税率を下げて、状況の改善を図りましょう。今中級階級赤がちょっと見えます。21% が全く満たされていない。なるほど、青であればあるほどいいってことだな。続いて関税。関税とは、国際貿易に対する特別な税金や補助金のことです。関税スライダーを中より左に動かせば、国民の工場が国際市場が外で手に入れる物品のコストが上がる。中より左に動かせば、同じ取引に補助金が出されます。関税は収入をもたらすだけでなく、国内生産者を外国生産者から守るという機能も持っています、という話ですね。関税。ここですね、関税スライダーは。はい。続いて、基本的な支出の種類。まずは、産業補助金。利益が出ていない工場を助けてあげる。まあそういうことですね。あとは国家備蓄はそのまんまですね。備蓄品の購入。教育。これは聖職者への給与。聖職者は国民への給与を行い、国民の政治意識を低下させます。政治意識を低下させるの？スライダーを高く設定すれば、聖職者がより魅力的な職業になります。行政。これは官僚への給与。お金は社会改革を運営し、税金を徴収します。正当に官僚が増えれば、それだけ課税の効率が上がる。なるほど。徴税の効率が上がる。全国平均の行政効率はスライダー上に表示されます。行政費ね。社会支出、失業手当や年金です。で、最後が軍事支出、兵士や将校への給与。増やしたければこれを増やす必要があるという話ですね。こうした支出のすべては職業ごとに直接行われます。給与が少なすぎる職業であれば、人々は新しい仕事を探し始めるでしょう。逆に給与を増やしすぎれば、別の階層の人々が、その仕事に就きたいよ、と言ってくるわけですね。外交バランス。資金は国際関係を通じても政府予算に入り、また支出されたりもします。友好国に与えたり、逆に友好国からもらえたりする。戦争補助金や戦争賠償金。では続いて、技術に移りましょう。研究ポイントの生産。これ重要だね。ちゃんと見ていきましょう。技術ごとに必要な研究ポイント数が決まっており、その研究ポイント数がたまることで技術研究は完了しません。それぞれの技術をクリックすると、情報ウィンドウの一番上で必要な研究ポイント数を確認できます。戦略起動であれば7100必要だって、まあ、こういうことですね。続いて研究ポイントの生産。研究ポイントは国民、特に聖職者や事務員によって作られます。研究ポイントがどれくらい作り出されるかは彼らの識字率が影響。じゃあこれ聖職者と事務員は増やした方が良さそうだね。また国内に多元主義の程度や技術発展レベルも影響。トップバーにある技術ポイント端にマウスを重ねると、ベルギーでどれぐらい研究ポイントが生産されているのかが分かります。これだな。では戦略起動をクリックで、研究ポイントは国民によって作られますという話で、戦略起動をクリックしてください。クリックしたよ。
で、技術の効果と説明。技術研究の効果には2つの側面がある。直接効果と発明。情報ウィンドウを見ると戦略軌道は要塞レベル、偵察、陸軍の物資、消費に影響を与えることがわかります。で、発明に関して言うと技術名の横に電球があり、これが発明を表しています。特に戦略軌道に関してはなさそうだよね。電球マークないもんね。はい。各種技術に付随する説明を、発明を確認してください。ちょっと商業とかでなんかちょっと見てみる？どこにさ、その、あれがあるわけ？電球が。あ、ここだ。これだね。電球あるもんね。はい。では、続いて政治に移ります。政治。政権与党。おっとっとっと。おっとっとっと。進んじゃったね。ちょっと中身を見たいので閉じます。ここではどの政党がベルギーを統治しているのかがわかります。現在は会議党です。という話ですね。現在の政権与党が気に入らないとして、プレイヤーがその政権を下ろすことができます。という話ですね。ちょっと画面が前後、ごめんなさい、してしまってますが、政治画面を開いて、このチュートリアルを前に出したいけど、出せないかな？出せないで。ちょっとこのまま進めちゃいましょう。で、選挙。政治体制によっては選挙によって政権与党が選ばれます。という話ですね。政治改革。政治改革は政治運営の方法や国民政治行動に影響を与えます。という話ですね。で、社会改革。もう全然見えないからね、このあたりは。決断をクリックして継続。では、ちょっと決断をクリックするために画面を開きましょう。決断は？決断をクリックしたいぞ。ちょっと一旦チュートリアルのここに戻っていきましょう。画面を閉じて。よし、戻ってきましたね。国民の共情を、ないがしろにしていると最終的に現れるのが反乱勢力です。求心性が高まると国民は反乱勢力に加わることを考えるようになります。そして国民が反乱勢力に加わると、それがこの画面に表示されるんですと。なるほど。まあ、ちょっとその画面では今ないんですけどね。では、中途リアル中級の人口に進め、ちょっと政治心配だな、今の感じでやっちゃったんで。じゃあ人口見ます。ビクトリア2における人口の基本ユニットポップ。まあ、これは前回学びましたよね。一番上のポップのアイコンをクリックしてくださいと。これを見ればそのポップがどういった人の集まりなのか詳しく見れます。うん。まあ、民族がどこ出身で、職業が何なので、考えが何なのか、識字率がどうか。はあ、28% とかだね。あとは、生活必需品、日用品、嗜好品なんかもここで出ますと。で、求心性と政治意識。ポップの最も重要な属性である求心性と政治意識について説明します。求心性とは、ポップの不満を高めることはいろいろありますが、最も深刻なのはポップの生活必需品の需要が満たされていないこと。まあ、これは確かに良くないな。反乱を起こす可能性が高まる。政治意識。ゲームプレイにおける政治意識の主な効果は改革を促すこと。ゲームが進んで国家が発展し、国家意識が高まると、ポップが改革を求め始めます。ポップの望む改革が実行されると、政治意識は幾分低下。もう一つ、政治意識が上昇することで出てくる重要な影響は、ポップの間に高級な需要が生まれること。なるほど。裕福な独裁国家なら、ポップを裕福にすることで改革を回避できる。なるほどね。現金。
最後にポップは現金を持っています。農場で働いたり、工場で働いたり、生活の糧が何であれ、ポップは収入を得ます。こうした現金は必要な物品を買うために使われます。なるほどね。所持金が今ゼロだな、こいつ。大変だな。収入がゼロというのも、なかなか大変だけど。では、貿易に進みましょう。生産されたものはすべて世界市場にあげられます。毎日すべてのポップ工場政府は生活や活動に必要なものを買わねばなりません。こうした物品を得るために、まずは市場に当たることになります。次をクリックしましょう。はーい。で、価格。価格は、需要と供給に応じて世界市場において毎日変動。現在の需要と供給は実際の価格に徐々に近づくように目標価格を変動させます。あなたはあなたにとって重要な、産品の価格変動について注意し続けなければなりません。消火器の価格が高騰しているのであれば、新しい工場を建設すべきなのかもしれません。価格の隣に表示されている矢は、価格が上昇しているのか、安定しているのか、下落しているのかを見ることができます。なるほどね。政府による売買。下の画像は、舗装輸送船団による世界市場参加を表しています。下の表ね、これ。ああ、これだな。はい。需要が小さい。貿易によっては自動で行えるものがあります。と、まあ今自動にチェックが入ってますね。これを外しましょう。で、政府による有効に主導購入です。では、ちょっと購入しましょう。という話ですね。輸入品と輸出品、市場は2つに分かれています。国内市場と世界市場です。国内市場では自国内と勢力圏内の国々で生産されるすべてのものが取り扱われます。世界市場では国内市場で販売されていないものがすべて網羅されています。買い手はまず国内市場で物品を買おうとします。しかし手に入らないから世界市場から輸入します。こうすることで地元経済が発展させ、自国で必要なものがすべての国内で生産されるようになります。で、中級レベルの外交です。このセクションでは、国の順位や外交インターフェースについて説明します。ということで、外交を見ましょう。順位。順位の概念は非常に重要。順位が上がると、7の国を世界各国が尊敬するようになるメリットがあります。やったー。維新、工業、軍事と3つのカテゴリーがあるという話ですね。イギリス、さすがよ。強いな。国名、あとは優先度、影響下に置く国の優先順位を設定します。これは大国だけが大国以外の国に対して行います。列強による影響、勢力圏、スコア、さらに現在大国の評価、そして関係が現れるという話ですね。ルクセンブルクをクリックしましょう。ルクセンブルク。ちょっと国名で相当しちゃいましょう。ルクセンブルク。一番上を見ると、ルクセンブルクは絶対王政。絶対君主制って書いてありますね。保守勢力によって統治されていることがわかります。保守勢力だっていうのはどこでわかるの？これ、急進的労働者党がきっと保守政党なんですね。で、さらに順位があって、影響力が出ると。リストからイギリスを見つけてください。で、国情報、列強。見てわかる通り、イギリスは列強です。非列強の情報とほとんど同じですが、唯一違うのは他国からの影響の代わりに勢力圏内にもうすぐ組み込めそうな国がどれかがわかる。で、これで中級編が終わりですね。いや、ちょっと政治のところはもう一回裏で見ときますね。なんかちょっとよくわかんないうちに終わってしまったので、政治のところはちょっと私の方で、もう一度個人的に見直しておきます。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あと、アドバイスですね。いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。